ただいまより日本競輪選手養成所第123回男子選手候補生および第124回女子選手候補生の入所式を挙行いたします。競輪界に貢献できる有利な人材を養成することを第一に考え、約1年間の全寮生活を通してお互いが切磋琢磨し、明日のスター選手を目指すことを養成目標にしています。その目標を達成するために学科、実技、生活を三本柱として養成カリキュラムが構成されています。弓矢凛太郎、竹野桃香。凛太郎っていう素敵なお名前ですが、はい、何か由来はあるんですか？あ、お父さんが競輪選手になってほしいっていう思いでつけてくれました。お父さんはずっと競輪が好きだったっていう。あ、はい。で、それでもうその期待を背負って。はい。じゃあもう小さい頃から競輪選手になるっていうのは割ともう決まってたっていうか目指してたんですか？はい、そうです。具体的においくつぐらいから？小学2年生くらいからです。好きな競輪選手いらっしゃいますか？は師匠の谷口亮平選手です。どんなところが好きなんですか？積極的な走りがかっこいいです。選手、競輪選手としての魅力の他にその師匠として、はい、人としての魅力もあると思うんですけど、はい、どんなところを尊敬してますか？はい、どんなところを尊敬してますか？はまず優しいですね。なんか優しいエピソードありますか？優しいエピソードは自分の練習じゃなくて自分のために一緒に練習付き合ってくれたりするところです。お父様からの期待と師匠からの、ね、期待といろいろ背負って今日入賞式を迎えたと思うんですけど、はい、式中はどんな思いでお話を聞いてたんですか？は10ヶ月間活躍できる選手になれるよう頑張ろうと思いました。2回目ですね。はい、で1回目はちょっと残念ながら不合格で、今回合格しましたが、はい、その何だろう、合格するまでの1年間はどんな1年でしたか？ものすごく次こそは受かるぞという気持ちで、もう自転車のことしか考えずに来ました。もう、はい、ずっと練習練習で、はい、あまり休んだ記憶はないですね。師匠は増井選手、はい、ということなんですが、どのように出会って、そのなんで弟子入りするようになったんでしょうか？はい、私は高校1年生の時にちょっと膝を壊してしまって、半年間乗れなかったんですよ、自転車に。その時にやっぱりペダリングがちょっとぐちゃぐちゃ で、その時にすごく困った時に出会ったのが松坂にいた増井元夫選手で、そのサイクルクラブをされていて、でそれでその乗り方とかすごい高校1年生の時からいろいろフォームなども教えていただいて、でそれがきっかけでちょっと松坂にでおしちょっと師匠という形でちょっと弟子入りさせていただいたのがきっかけです。私は自在選手がすごく憧れで、その何でもできるっていうのがすごいかっこいいなって思ってますね。なんでかましとか飛びつきとか、あとマークして最後まくるとか、そういういろんなことができる選手になりたいです。